こんばんは、皆さん。スプーンフォーブシュナです。それでは、1曲目、この曲からお届けします。ライブアートシアター2024お越しいただきまして本当にありがとうございます。なんか今日満席になったみたいでね。はい、ありがとうございます。今回の、ライブは2回目で、去年も2023あったんですよね。で、その時はチケット制じゃなかったんですけど、今回はこの皆さんからいただいたチケット代っていうのは、ね、1月1日にびっくりするような、ニュースから今年は幕開けして、
ね、皆さんもね、3.11 を経験しているので、一言とはね、思えなかったと思うんですけど、その、能登半島地震の義援金として、すべて寄付されるそうです。ね、なんか今回の主催の宮沢さんがね、太っ腹でね、寄付するということなので、今日は皆さんで、ね、一緒にね、八戸から遠くへ、音楽と人の力でパワーやエールを送りましょう。なので、存分に楽しんでいってください。よろしくお願いします。はい、私たちはスプーンフォーブシュガー、ちょっとね、あまりライブ本数が少ないんでね、よくね、この妻に選んでもらったなって、私は思ってるんですけど、ね、スカティックさんはなんと今年32周年目ということでね、本当めでたいことでございます。そして私たちは2019年からやって5周年目に当たります。それでまたこんな妻が呼んでいただけるようになってね、本当ありがたいなと思っております。はい。では、ここからもう一曲、私たちは3人で、このユニット組んで、その時からずっと歌ってきている曲で、Like a Star という曲をお届けします。はい。ちょっと準備するね。
シーンとしている一人だけ笑ってるけど、次の曲で私たちあ、皆さんフライヤーってお持ちです？持ってますよって持ってます？フライヤーに私たち4人で写ってるんですけど、このね5年間やってきてて、途中でちょっとねメンバーに嬉しいこととかあったりしてね、ライブができないかなって時にこの方がサポートしてくれたおかげで、私たちはこういうふうに5年間続けてこられたんですけど、ここからもう一人ギタリストをお呼びしたいと思います。皆さん拍手でお迎えくださいね。はい、オンギター小橋立花君がもう嬉しそうな顔してますね小橋が来てくれると嬉しそうな顔するんですね。はい、では小橋をお迎えしながら次の曲をお届けするんですけども、ちょっと私にはね上手に説明ができないので、ここで MC をこちらの源氏君にバトンタッチします。あ、皆さんこんばんは。やっております。私ですね、今日なんか見慣れないタンバリン持ってるなって皆さん思われたと思うんですけど、なんかドラムみたいなことやってるし、なんかこんなちっちゃいのすげえなってちょっと思ってくれたら嬉しいんですけど、これねブラジルのタンバリンなんですよ。ブラジルから来ました。で、私ですね、この会場にも来てメンバーが来てくれてるんですけど、ブラジル音楽をですねやるバンドをやったりしてまして、でブラジル音楽大好きなんでございます。でその中でも一番好きなバラードの曲を自分のバンド、こっちのバンドでもやりたいなと思って、選曲した曲が次の曲でございます。カリニョーゾという曲なんですけど、100年以上前の、ブラジルの愛の曲、愛の曲です。ちょっとエッチな曲です。はい。ちょっとしっとりした曲なんで、ゆるりと皆さんも聴いていただけると嬉しいです。はい、よろしくお願いいたします。はい。いや、そんな感じで、いいですか？準備は。OK ですか？はい。それでは、カリニョーゾ。Medical song Now save the day Watch the race Crowd of Japan You and me are all your people falling down
今日ね、1時間お時間いただいているのでね、ここまでアコースティックでお届けして、この曲を最後に次はバンドでお届けしていきたいと思います。次の曲は、皆さんもね、結構知ってる人が多いと思うので、ぜひ一緒に歌ってみてください。では、よろしいですか？はい。いきます。Time will tell。
パーカッションの方は移動していただいて、ここからね、バンドでお送りしていきます。でそのアコースティックなのでね、バンドでできるっていうのはすごく嬉しいんですよ、私たちは。ではね、お呼びしますね。皆さん拍手で呼んでください。あ、拍手でお迎えくださいね、一緒にね。オンベース、シス、オンベース。つよし、チャーリー、山口。ごめんなさいね、MC があまり得意じゃないのでね、声も慣れてないんですよ。うまく喋れません。おう、おう、おう。Thank you.
れたかっこいいですね。健太郎さん、次のね、スカジックではね、また出てきますから、思う存分見てください。OK ね。さあ。では、ジャズの曲をお送りして、次は私たちワルツの曲をお届けします。柔らかな夜。
盤に入ってまいりましたね。どこですか。なんかちょっと聞いてもいいですかね。スプーンフルオブシュガー知ってましたよって方いらっしゃいますか。何人かいる。嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。もうね、私たちを知ってる人の方がね、レアですよ。本当にライブコンサートが少ないんですよ、私たち。だからね、なんでね、選ばれたのかなって、ちょっと実は疑問に思ってました。っていう話です。はい、すいません。独り言です。はい。それでは、次の曲は、ギターの二人の美しい前奏から、この間
終盤ですね。さあ、ここでもうちょっとノリノリっていうお届けしますね。なんかだんだん肩こってきません？大丈夫ですか？手拍子とかね、してね、一緒に楽しんでいきましょうね。それでは、いいですか？いきます。クロスTo You。Thank you.
スカネクタイなんですね、スカ柄の。
喋んない。はいはい。皆さん、これアンコールありがとうございます。ありがとうございます。まずは言うけど、アンコールなかったら私出番なかったですから、ね、そうですね。まあ、危ないことで皆さんの声良かったですね。ね、良かったですね、はい。ありがとうございます。来ると思って信じてたからね。じゃあ、ました。ずっと、それで待っておりました。待ってましたね。はい。はい。はい、じゃあ、団長をお呼びして。あれ、これって立ってもらっていいですか？いいですよ、全然。よかったでしょ？立ちませんか？スタンダー、スタンダー、スタンダー。次の曲は、とね、一緒に立って楽しめる曲だと思うので、いや、すごい嬉しい、やめなきそうだ。泣かない。よし。じゃあ、一緒にやりましょう。プラスティックラブ。